ですね、子羊とソーセージですね、イタリアンソーセージ、まあ、こんな具合に、ですね、焼き上がりました。若干ですね、焦げているように見えますが、遠火のですね、これは、チャーコールで焼いてますので、これぐらいにですね、ちょっとこういう感じに焼いた方が香ばしくて美味しいです。